もう一度聞くぞ。千鳥というのは本名か？ストレガというのはどういう組織だ？君ら三人の他にもまだいるのか？純平、来ていいって言われてないでしょ。千鳥、純平、すいません、この場所しつこく聞くもんだから。気分どうだ？もう落ち着いたんだろ？ああ、落ち着いたものさ。どんな検査も質問も全て無言の拒絶だ。そのスケッチブックも取り上げるべきか？いいじゃないっすか、そんくらい。こんなもん取り上げたって何もなんないっすよ。どうかな、召喚器を取り上げた時はだいぶ動揺していたみたいだがな。ペルソナの召喚器、君はあれをどこで手に入れた？メディア。むやみにそのことに触れるなと言ったろ。じゃあどうすればいい？次からは誰かに代わってもらうか。なんで？なんで取り上げるのよ、メディア。なんで？タケバ、看護師を呼んできてくれ。今日はもうここまでだ。イクツキさんには俺から報告をしておく。純平、行くよ。千鳥、一体どうしちまったんだよ。ジカネットでーす。やるわよ。やるじゃない。ありがとう。バイ。君は変わった子だな。普通は僕に二度と話しかけようとしないのに、親も友人もみんな腫れ物に触るように僕を扱う。遠巻きにして外からかわいそうかわいそうって言うんだ。同情と好奇の目でね。だけど残念ながらあいにく僕はかわいそうではないよ。死ぬってのも悪くないと思ってる。こんな世の中長くいても仕方ないだろう。君の中にも僕と同じ生き物がいるらしい。声太っていく絶望、食われるのもいいな。今日は来てくれてありがとう。君は他の人とは少し違う気がする。それが何かはわからないけど、少なくとも僕をかわいそうの枠に入れて並べたりはしないみたいだ。くそ、この体がいまいましい。
また会えたらここで。帰ったか。覚えてるよ、この間の。もう来るなって言ったのによ。これだから反抗期真っ最中のガキャ。まあ騒いでくれなきゃよ。いいぜ、座っとけ。今日は何しに来たの？ちげえね、そりゃちげえね。これは一本取られたな。にしてもだな、あんたはいただけねえな。おめえわしのいくつ下よ。お？てめえのせがれだったら張り倒して足腰立たなくさせてやる。うやまえとまでは言わんが、それなりの礼は尽くしてもらわんと。んなもん自分で考えてくれってとこだが、同じことを何度もやられるのもしんどいし、おめえがわしを呼ぶときはわしの名前を呼べ。わしにはムタツって本名がある。ちゃんと三をつけてな。礼儀をわきまえねえやつを囲ってくれるほど世の中は上等にできちゃいねえよ。よそ様んとこのガキがどうなろうとわしの知ったこっちゃないがね。気が済んだら帰りなよ。んで今度こそもう来るんじゃねえぞ。よく来たね。いや、侵入家の商品気に買い忘れはねえか。毎度あり。いらっしゃい。そうだね。
いいものを仕入れた。いくつだい？それが気に入ったかい？じゃあこれと交換だ。気は済んだ？またのお越しを。ありがとうな。新商品が入ったぜ。どれにする？間違いない。はい、ロリー、決まったか？はい、ロリエジプトのミイラが万能薬だった時代もあった。いくつだ？ありがとうよ。買い忘れはねえか？またよろしくな。ごきげんよう。依頼を受けていただけますか？素晴らしい。素晴らしい。それでは。ごきげんよう。私からのお願いです。素晴らしい。それでは。それでは。いらっしゃい。またいらっしゃ。あのね、この後どうしよっか。カラオケでも行く？お母さん、どこ？お母さん、どこ？君どうしたの？お母さんとはぐれちゃった？お母さん、待てろって言って、お小遣いくれて、でもお母さん来ない。ほら抱かないでね。ほらもう大丈夫だから、お姉ちゃん一緒にいてあげる。だからね。あ、すぐそこにプロの人いるじゃん。ほらおいで、
おまわりさん、お母さんに知らせてくれるから。お母さん来てくれるよ。もう大丈夫。ああ、よかった。親御さんと連絡取れたみたい。つーか、親何考えてんのよ。泣いてる子ほっぽって。あたし、ああいうのほんと腹立つ。でもそっか、所詮そんなもんか、母親なんて。何気になる？なんてごめん、茶化して。前にちょっとだけ言ったよね、距離空いてるって。私のお母さんは一言で言うと最低の人。最初は違ったんだけどね。けどお父さんのことがあってから人が変わっちゃって、どっかで何人目かの男と暮らしてるんだと思う。興味ないからよく知らない。もうこの話はおしまいね。あのさ、あなただから言ったんだよ。絶対人に言ったりしないでね。ごめん、カラオケって気分じゃなくなっちゃったね。今日はもう帰ろう。千鳥のやつ、やっぱり戻られへんみたいです。勝手したんは自業自得やけど、それでも仲間や。早よ助けたらな。ジン、焦りは禁物です。自力で脱出しないのは召喚器を奪われているからでしょう。取り戻すにしても、まずは召喚器からだ。でなければ本当の意味で千鳥を解放したとは言えません。ペルソナ能力は我々の命そのものなのですから。しばらくは気を伺いましょう。あちらには情報の使い手もいることです。千鳥不在の今、下手に動いても感づかれるだけだ。確かに高谷の言う通りや。わしとしたことが少し焦っとりました。せやけど、どないします？こないだの満月も連中は例のシャドウを倒しとります。情報でアドバンテージ取られたまんまやと先回りもできへんし。そうですね。そのごついのなんです？召喚器に似とるようやけど。開発初期の召喚器です。いわゆるプロトタイプというやつでしょうか。そうですか。ジンは見たことがありませんでしたね。これは本当にひどい出来でした。ペルソナの潜在的な力まで引き出せる代償に、その制御がことのほか難しい。我々のような与えられたものには特に。暴走したペルソナにとって、その使い手など首輝きに過ぎぬのでしょう。あの頃はシャドウよりも自分のペルソナに殺される方が多かった。
この一丁もそんな宿主殺しから得たものです。我は影、真なる我。まあ過去などつまらぬものですよ。ほな、高谷が召喚器を使わんのはその時の。それほど干渉的ではありません。不要だから使わないだけのこと。覚悟を問うのに道具など不純なだけだ。やっぱり高谷は特別なお人や。上には上がいるものです。よもや複数使いこなす者が現れようとは。この私が一個人に執着を。まさか。タカヤ。そのようなもの、この私にあろうはずもない。ねえねえ、え、うんうん、どうだ山岸、何かを感じるか。いや、はあ、黙っていて困るのは君だぞ。恨んで拘束してるわけじゃない。無意味な戦いを避けたいだけなんだ。チードリは。またか。どういうつもりだ純平。彼女、なんか言いました？いや。俺に話させてください。イオリ、君はどうもこの件では冷静でいられないようだな。どうかしたのか？それは、正直わかんねえっす。襲われたのもわかってる。けど、なんかほっとけないっす。お願いします。純平くん。たく、どの道私たちでは手詰まりのようだ。いいぞ、話してみてくれ。うす。元気だったか？スケッチブック取られなくてよかった。ここでも絵描いてんだ。絵を描くのだけはやっぱ本当に好きなんだな。関係ない。喋った。こんな絵私以外には理解できない。おい、チドリ、腕、違う。ち、またか。山岸、医者を。は、はい。なんすかこれ、なんで違う。自分でやっちまうんだ。クソ、危なそうなものは取り上げたつもりだったが。自分で。理由はわからないが、放っておくとすぐそうするんだ。もっとも、信じられない治癒速度のせいですぐに治ってしまうようだが。話してよ。じゃあ、あん時の手の傷も君が自分でやったのか。言っとくけど、
心配してくれなんて言ってないから、あんたの勝手な早合点でしょ。やめろって。やっちゃダメだ。心配とかして言ってんじゃない。やってほしくないんだ千鳥に。そんなことさ、すぐに医師が来る。もう戻れ。はい。喋れるじゃないか。ありがとう。お疲れ。なんだよ、毎度タイミング悪い時に会うよな。前に話したこと覚えてたのか。抜け目ねえなお前。さっき病院行ってきたんだ。こないだの検査の結果が出たって言うから。なあ俺、冗談じゃねえ。お前、悪い。ざまあねえだろ。ちょっと紐結ぼうってかがんだだけで、他のやつに見つかって騒ぎになって、部活のやつに知れてたらって思うと、お前が通りかかってくれて正直助かったよ。ありがとな。俺自主練してくるよ。部活終わっても俺は練習しねえと。来年の選考会まで時間がねえからな。帰るんだろ。じゃあな、次は一緒に練習しようぜ。予告の煽り方からして海外ドラマって感じ。
これヒロインがかっこいいって評判なんだよね。それで前から気になってたんだけど、ホラーっぽいって噂もあって。え、本当？ホラーいける人なんだ。じゃあちょうどよかった。それなら最後まで見られそう。ちょ、もう始まってる？うわ、のっけからいかにもって感じ。すっごい先が気になる終わり方。ホラーっていうかゾンビものだったけど、ヒロインはごく普通の人なのに逆境でもまっすぐで、私好きだな。あなたのおかげで話に集中できたかも。続き借りたらまた誘うね。はあ、眠くなってきた。それじゃあおやすみ。